がスーパーサイヤ人、そしてスーパーサイヤ人2、そしてこれだ！うわこれがスーパーサイヤ人3。怖い顔になったってちっとも怖くないぞ。どうなってるんだ。こんなバカなことが起きるなんて。間違いない。あの二人が歴史の改変を引き起こしています。俺は先日の歴史の改変の影響でうまく力が使えません。すみません。あなただけが頼りです。トワにとって魔人ブーは兄ダーブラの仇。もしかしたらブーの方を狙ってくるかもしれませんね。悟空さんたちと魔人ブー、どちらが欠けても歴史の流れが変わってしまいます。奴らが悟空さんたちやブーに接触する前に何としても阻止してください。あれが孫悟空か。ブーも孫悟空もかなりのキリよ。奴らのエネルギーを奪えれば暗黒魔界の復活も目前だわ。二人まとめて片付けてやる。またあいつ、どこ行ってもついてくるんだから。あ、しつこいで、10年どうやったのか知らないけど、トランクスも助かってるみたいだし。いいだろう。孫悟空の前に貴様と決着をつける。1対1だ。わざわざそんな面倒なことしなくても。俺が待てることに。そういうわけじゃん。貴様の本気を見せてみろ。久々に強敵に会えて嬉しいのね。未来の世界じゃ強い奴はみんな倒してしまったものね。新しい暗黒魔界の王の力見せつけてやりなさい。押されている。いいですよ。ようやくミラにもダメージが見えてきました。このまま一気に押し切ってしまいましょう。最強は俺だ。俺でなくてはならないのだ。貴様などに、貴様などに。
いいぞ、その調子で私を楽しませろ。ついにやりましたね、ミラの最後。ミラがいなければトアも何もできないでしょう。あとは歴史の改変を元に戻せば全て解決ですね。さすがにそいつはちょっとずりんじゃねえか。んだ、ちょっと聞いて、やるしかねえか。あら、サンキュー、助かったぞ。悟空さんがスーパーサイヤ人3になれる時間は限られています。悟空さんの代わりに時間を稼いでください。うーんだ、怖い顔になったってちっとも怖くないぞ。こいつすっとぼけた顔してとんでもねえ強さだ。すげえやつだな、ね、やるしかねえと思ってた。まさか3人いるんだな。半信半疑の技みたいな気が減ってるわけでもねえし。どうやって殺そっかな。そろそろ限界だ。キッズ、お前と戦うの面白い。もっとやるぞ。めちゃくちゃ声だな。だけど、オラには時間がねえんだ。悪いな。ブーに追わせてはいけません。ここで食い止めてください。お前、俺の邪魔をするつもりか。しつこいな。いじめちゃうぞ。あ、これ1、2、3。さっきより風が増えてないですか。
魔人ブー、俺の声が聞こえるか。なんだ。あと2日待てばお前よりずっと強い奴が現れる。きっと戦うと面白いぞ。だからそれまで地球を破壊するのはよすんだ。俺より強い、そんな奴いるわけないもんね。いるんだもんね。むっかー、じゃあ連れてこい、殺してやる。だが捕まってくれ。そしたら必ず現れる。約束だ。約束だな。わかった。次はもっと興奮させてくれるんだろう。お前と戦うのも面白い。その強いやつが来るまでお前俺の相手をしろ。お疲れ様でした。ようやくこれで全て片付きましたね。歴史の改変も二度と起きないはず。おや、何ですかそれは。どことなくまがまがしい気を感じますが。手を出しなさい、早く。魔人の紋章ということはやっぱり魔人。何者ですかそいつは。以前も話したでしょう。昔時の巣を占拠して時空を支配しようとした悪人がいたって。そいつがキー、やっぱりあなただったのね、魔人ドミグラ。面倒な連中を片付けてくれて助かったぞ。その礼に楽に死なせてやろうと思ったが、プレゼントを受け取ってもらえず残念だ。あの時手助けしたのはミラと相打ちにさせるつもりだったのね。あなたらしい卑怯な作戦だわ。時々を渡せ、時の海王子。お前のその座は私にこそふさわしい。あなたは時の狭間に閉じ込められているのがお似合いよ。いつの間にあそこから出てきたのかしら。幻。直接会えるのももうすぐだ。楽しみに待っているんだな。魔術で自分の姿を映していたのね。本体はまだ時の狭間にいるんだわ。時の狭間というのは、時間の流れから外れた閉じた空間よ。ドミグラは少しずつ歴史を歪ませ出口を作っていたのね。また巻物が。ドミグラが歴史の改変を引き起こしたんだわ。歴史を大きく歪ませて時の狭間に穴を開けるつもりね。早く何とかしないと。
破壊するつもりか。地球がドミグラ、時の狭間に閉じ込められたままここまで強力な魔術が使えるようになっているなんて。確かにこの時代に地球は一度消されてしまいます。でも悟空さんたちは瞬間移動で助かるはずなのに。ドミグラも早く時の狭間から抜け出そうと急いでるのかしらね。なんとかしないと。でもその前にもう一つあったでしょ、歴史の改変が。ええ、ドミグラがピッコロさんを操ってましたね。時の海王神様、どうすればピッコロさんを正気に戻せるんですか。そうね、洗脳の魔術を打ち破るには魂のこもっ…つまり思いっきりぶん殴ればいいの。神様は嘘つかない。ドミグラが何をしてくるか正直予測できません。大変でしょうがお願いします。なるほど、なかなかの腕前だが、私の幻影を倒したところでピッコロの洗脳は解けない。私の力でピッコロの能力も上がっている。悪は絶対許さない。さあ、正義の味方、お前たちに歴史の改変を修正することができる。ねえトランクス君、あの人キャスを倒しちゃうんじゃ。死ぬ。悪は絶対許さない。正義の味方、グレートファイヤマンだ。やはり時の海王神様の言う通り、もう少し攻撃を加えないといけないんだ。
まあ、旧大天といったところか。どこかへ逃げようとしています。すぐ追いましょう。まあ、旧大天といったところ。やばい、ちょっと隠れちゃった。どうしよう、トラモス君。どこしようったって、サンバイカヨーケン頑張ってもらうしかないだろう。待て、俺も行く。さっきは休ませてもらう。どこのどいつか知らんが、あれは返させてもらう。Thank you.
ブルーが元の純粋な魔人ブルーに。これは本来の歴史の別れじゃない。なんだお前は。なんだっていい。お前を倒すことは変わらない。ごはん。そうだ、まだ全てが終わったわけじゃない。あれは絶対許さない。もっともっとブーと戦い続けてみたら、歴史の再編を食い止めるチャンスはまだ残されています。正義の味方、グレートサイヤマンだ。なかなか面白い見せ物だったぞ。やるんだ。終わらせてやる。やりましたよ。彼を引っ張ってきた。父さんと悟空さんの到着を待たないで。これでいいのかな。歴史は終結されます。カロッコ、貴様今まで何度地球を救った。なんだよ急に。元気玉の用意だ。地球はナメック星のドラゴンボールで復活できる。貴様には地球の奴らにも責任を取らせてやるんだ。これで最後です。父さんと一緒に魔人ブーと戦ってください。聞こえるか世界の人間ども、今あるところで魔人ブーと戦っている戦士がいる。そこでお前たちの力を借りたい。力を合わせてブーを倒すんだ。なあ、オラにぜひ可能な限り分けてくれ。頼む。おい、ブーを消すにゃこれでも多分まだ足りねえぞ。分かってる。こいつもこいつも俺の言うことなんか信用しやがらないんだ。あいつ巨人ども、さっさと協力しやがれ。グレートサイヤマンだ。出た。なんでみんな分かってくれてんだよ。すまら、いい加減にしろ。さっさと協力しないか。このミスターアサダン様の頼みも聞けっていうのか。俺が魔人ブーを倒してやるから早く力を貸せんか。悪は絶対許さない。まあしょうがないじゃない。レートサイヤマンだ。どうでも言わんと行きます。もう一人行くよ。まあ九大天。はっ、きたー。おー、離れてろおめえたち。行くぞー、くたばっちまえー。
手間取りやがって。やったのか。やったんだな。地球の諸君、恐ろしい魔人ブーはたった今死んだ。もうパパってば。しかし本当すげえやつだったな。今度は一対一で勝ってみせる。いやお二人ともお疲れ様でした。そうそう、あんたもよく頑張って。ん？アリ？ん？すごい、本当にすごいですよ。あの魔人ブーを倒してしまうなんて。でも恐ろしいのはブーさえも利用するドミグラの魔術よ。時の海王神様、ドミグラとは何者なんでしょうか。7500万年前に私と戦った悪の魔術師よ。奴は自ら魔人を名乗り、時々と時の巣を我が物にして、自分の望み通りの世界を作ろうとしたの。時間を思いのままに操るということですか。その時に時の狭間に閉じ込められたんだけど、そパワーを7500万年も。あ、今私のこと7500万歳以上なんだって思ったでしょう。え、いえ、思ってませんよ。実年齢なんて関係ないんだから。私よく年の割に若く見えるって言われるし。そうですか。あの時の海王神様、俺たちはこれからどうすればいいでしょうか。奴は危険すぎるわ。絶対に外に出すわけにはいかない。歴史の改変を食い止め、時の狭間から出さないようにするのよ。わかりました。過去も未来も魔人の好きにさせるわけにはいきませんからね。あともう少し、もう少しだ。